いつもご視聴していただきありがとうございます。スモモはほとんどの品種が自分の花粉では結実しにくい自家不和合成で、結実には紅梅親和性の混色が必要です。開花が異なると受粉ができず、同じ時期に開花する品種であることも必要です。大石早生とサマーエンジェルを鉢植えしています。花が咲く時期も同じで、交配親和性にも適した品種です。大石早生にサマーエンジェルの花粉を受粉すると交配性はありますが、結実率が 20% 前後と確率は低い値です。結実率を高くするために受粉樹として花粉の多いサンタローザやビューティーなども適しています。ホームセンターで探してみましたが見つからず、インターネットで入手予定にしました。花芽の発生を多く促すためには生育環境の改善が必要です。剪定と植え替えを行っていきます。大石早生の腐葉枝の剪定から始めます。この立ち枝は密集した場所にあり、他の枝にも接触しています。立ち枝を切り詰めることで他の枝にも養分を分配できることや日当たりが良くなってきます。枝の根元から切り落とします。平行に同じ方向に伸びた枝も今後接近したり交差するので、勢いのある枝を残して剪定します。平行枝も根元から切り落とします。果樹には先端の芽に養分を優先して送る性質があります。元気の良い枝は6分の1程度、弱い枝は4分の1ぐらいまで切り詰めます。外芽を残すことで横方向に広がり、日当たりも良くなるので先端を切り詰めます。サマーエンジェルの場合は枯れた枝や下向きの枝を剪定します。枯れた枝や不要な不向きな枝にも養分を送ります。それぞれの枝を充実させるため、エネルギーの消耗となる枝は切り落とします。下向きな枝も害虫の発生防止や風通しを良くするためにカットします。長く伸びた元気が良い枝も
大石ワスと同じく先端を切り詰めます。これで剪定はほぼ完了したので植え替えを行っていきます。苗木を大きく成長させるためや土の劣化や根の障害を取り除くため植え替え作業を行っていきます。土も固くなり無理やり力を入れて外すと根切れなどが発生し枯れたり成長も止まってしまいます。このような道具を作り根を保護しながら外すと鉢から簡単に外せるようになります。鉢周りの土に丁寧に差し込み鉢と土を分離させていきます。鉢から簡単に苗木を外せるようになります。根は鉢底まで太い根がしっかり伸びています。根を切ったり折らないように丁寧にほぐしていきます。新しく伸びた太めの根や細い根が入り込んだ状態となっています。鉢の上部の古い土や苔などを根かきを使い除去していきます。昨年新たに伸びた白い根の先端は養分を吸収する部分です。全体の長さが均一になるように長い根は切り詰めていきます。サマーエンジェルも同じやり方で根を切り詰めました。植え替えを行っていきます。用土は赤玉土、鉢底に5センチぐらい敷いた軽石中粒、野菜の培養土、バーク堆肥を混ぜ合わせた用土です。鉢の深さの半分ぐらいまで用土を入れながら苗木の高さ調整を行っていきます。高さ調整が完了したら底部分の根は広げて植え付けます。苗木は垂直に立て鉢の中央の位置に植え付けます。水がたまる場所を3センチ程度設けます。鉢植え後は根と用土が密着するように指先で鉢の周囲を
押し込みます。鉢苗も安定してきます。時期は少し早いですが、春肥として昨年作った落ち葉ぼかし肥料を与えました。